喧嘩だってマジ最悪弱いのに自分が強いと勘違いしてるやつは話してよ。あ、邪魔すんじゃねえ。ヘドが出る。俺は風林高校さくらはるかだ。偏差値は最低、喧嘩は最強、落ちこぼれの吹きだまり、毎日が派閥争いの下克上。おいおい、無視かよ。気持ち悪い。離れていくな、そっちだろ。これが俺なんだよ。何すんのよ。おい、ボンズ、手止めな。なんだよそれ。そんなのまるで正義のヒーローじゃねえか。喧嘩に勝つくれ、俺にだってできんだよ。めちゃくちゃかっこいいじゃねえか。俺は喧嘩しか取り柄のない土底辺の嫌われ者が町の英雄になる物語だ。